こんにちは。東京に機械オペラ劇場トスカ、トスカ役の木下美穂子です。今回このトスカ役をさせていただくにあたり、もう私にとっては本当に嬉しく、楽しく今リハーサルも佳境に入っているんですけれども、進んでおります。でこのトスカという役は、私のキャリアにとって一番いい時期にこの役をいただけたっていうのは、もう私のオペラ歌手人生の中で一番嬉しい瞬間だなと思っております。やはりプッチーニのオペラいくつかありまして、私もいろいろ歌ってきたんですけれども、やっぱりその中の最高峰っていうのが私の中ではトスカなんですね。でそのトスカはやっぱりなぜかと言いますと、ストーリー、まずドラマティックなストーリー、そして何といっても音楽なんですよね。でトスカのところだけの音楽ではなく、もう全ての場面に対して音楽がもう重厚で、で情熱的で、そして甘美でっていう、もう全てがトータル的に素晴らしい音楽とドラマが一致したオペラっていう私の中でありまして、私の一番大好きなオペラです。今回はローマ歌劇場との提携公演になりまして、全ての舞台、小物、衣装、全て、もう全てがローマから来るわけですね。でその中で、演出もとてもトラディショナルな感じで、やはりトスカを見るには トラディショナルな、舞台の方がいいのかなと私も思っていましたので、それが今まさにこの実現しようとしているという、そういう感じです。ぜひ皆さん会場に足を運んでいただければ、またトスカの世界を一緒に堪能していただければ嬉しいです。では会場でお会いしましょう。さようなら。